トヨタの車好きのおっちゃんがベゼルへきつい言葉を、ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくりマリサだ。前回の動画で、トヨタの会長である豊田章男会長が、ベゼルではしゃいでる内容をお届けしたな。今回はその続き。そうそう。かなり多くの人が、こういうおっちゃん好きだわって、好感のコメントばかりだったわね。ところが一点、そのトヨタ会長がベゼルにきつい言葉を浴びせてしまった。そこらへん、車を見る目はシビアなのかな？ってなわけで今回は、トヨタ会長、ホンダベゼルに一つだけ辛辣な言葉を浴びせてしまった結果、ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。一体、アキオッチはどうしちゃったのよ。あん時はベゼルに乗ってはしゃいでたっていうのに。そんじゃ早速見ていこうと思ったが、多分、この動画を見てる人に前回の内容を知らない人はいないと思うけど、念のためおさらいを簡単にしてみる。確か、TikTok に投稿された動画で、現在では、240万再生もされてるめちゃくちゃバズった動画が始まりよね。そうそう、せっかくだから、もう一回見とくか。これ何の車ですか？ホンダです。相変わらずこの車好きおっさんは、ニコニコしながらホンダ、って答えてて可愛い。ほんと、車が好きなんだよなーってのが伝わってくるな。そんで前回の動画を見た、みんなの意見を見てみると、この南極の自動車業界でこの人がいることが最大の福音だと思う。未来の教科書に載る男。だから自公開会長を辞めると言った時に、ホンダも日産も、なんとか辞めないでほしいとお願いしたんだよね。本来なら自公開会長は持ち回りなのに、一部メディアで独断専行やら人事権の乱用やらと騒いでいたところがありましたが、内部から見た感覚はどうなんだろうとは思う部分はどのような企業でもあると思いますが、メディアが騒ぎ立てようと、画策していたのでしょうけど、実際には割とサクッと社長を退任して新社長にさらに野米感のある車好きを育て上げてて驚愕した。この人は、ただ単にそして純粋に車が好きなんだろうな、と。内部的には一番社員から好かれた社長だったよ。特に正義 VS 設計を落ち着かせた功績が大きいんじゃない。2年作り込んだ車を前モデルと違いが少ないって基礎部分から3ヶ月でやり直させたり無茶苦茶なとこもあるけど、創業家とか関係なく一番叩かれて苦労して結果残してきた人だから、上の立場に行くほど秋夫さんのこと好きって感じ。創業家だが、学生の頃経営を学んだ上で現場からの叩き上げだから、これ以上の存在はなかなかいないんじゃないかな。しかもテストドライバーやれるとかチートだろ。秋夫会長がトヨタの社長に就任してから、トヨタの車の走りが良くなった。このような人こそ自動車業界のトップにふさわしいと思います。トヨタという一会社ではなくて、日本の自動車産業のトップになってもらいたいです。こういう正直なトヨタ会長が大好きです。他社の製品であっても良い製品には良いと言えること。この会長に変わってからのトヨタはほんと良いと思う。以前のトヨタなら、楽しい車、良い車より、売れる車を作ってただけだったからね。この人はトヨタの子として生まれてしまっただけで、基本はメーカー問わず自動車が大好きなんだよ。面白すぎ。自分のとこだけじゃなくて、車業界全体を盛り上げようとする姿勢、大好きです。このおっさん、めっちゃ偉いのに、プライベートは本当に車好きの少年なんだな。無邪気な笑顔で草。だから好感持てる。だって、この会長、若い頃はライバル車の車が欲しかったっていうくらいですから。その結果ジムニーを愛車にしてるってトヨタイムズでカミングアウトしてる。トヨタイムズで、昔フェアレディ Z に乗ってたって言ってました。正直、もっと紹介したいコメントはあったが、キリがないからこれくらいにしておく。本題は、この後の話だもんね。それで一体どうなったの？実際に音声のやつがあるから、そっちを最初に聞いてもらった方が早いかもな。それではどうぞ。はい。だから、ホンダの車にも乗って。そうそうそう。ね、あれ、バズりましたよ、めちゃめちゃ。ね、すごかったですね。2000万回ですよ。2000万も置いたんですね、2日間で。あれ、レンタカーなんですけどね。いやそうそうそう。言わないで。だから、車好きだから、ちょっとああいう。あれ、ステッカー貼っちゃいましたよ。あ、そうなんですか。森蔵ステッカーですか。森蔵ステッカー。いや、ちゃんと許しは得たらしいですけど、今日返しますから、って言ったから、ステッカー貼っちゃおうか、って言って、貼りましたから。あれ今後、ホンダレンタカーで、お車を借りられる方、当たりがある。車探してみてください。あるかもしれないですね。いや、あるかもしれない。あるんだよ。あるんですよ。ある。まあ多分ここに出てくると思うんですけど、ベゼルの印象ちょっとどうですか？いいですよ。それじゃあんまり。いやいや、いいんですけどね。まずね、僕一つ気に入らないのはね、
あの、方向刺激の音。ああ、なるほど。ちょっと軽い。うん、軽いっていうか、非常にね、ここ日本の道なんだから。ああ。アメリカの音にしてほしくない。ああ、そういう意味か。ああ、なるほど。うん、なるほど。それと、ハンドルの軽さもね、非常にアメリカの味付け。うん、ただ、あれね、あの、B セグなんですよね。うん、その割にはね、非常に見た目大きい。大きく見えますよね。大きく見える。うん、ですから、あのデザイン、外装デザイン非常にいいなと。うん、あの、堂々としてもいいじゃないですか。はい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 、あの、日本ってね、やっぱりね、小さい車から大きい車、はい、大きい車へのヒエラルキーっていうのがあると思うんですよ。うん、そういう中で、小さい車でもね、うん、小さく見せない。というところは非常にいいデザインをされているんじゃないかなというふうに思いましたね。走りはね、あの、こんなとこで語るほど走ってませんから。うん、走ってませんから分かりませんけど、あの、さっと乗った限りは、あの、非常に運転はしやすい車だなと思います。うん、ぜひ、あれですね、マスタードライバーとして、ちょっと、ホンダ車乗る。マスタードライバー。いやいや、違いますけど、だからベストカー揃えますから、今。あ、ベストカーがね。ね、ベストカー揃えて、あの、乗り比べを。あ、そういうのをやってくださいよ。いいですね。いいですね。そうそう。いやいや、じゃあいろいろ、トヨタ車も入れときますか、1台ね。あ、1台入れて。どっちもいいですよ。あ、どっちもいい。ベストカーさんにも予算があるでしょう。いや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 。いや、でもそういうの、そういうの見たいと思います。今回ね、自腹で T シャツも買って。方向指示器の音にまでこだわりがあるとは、さすが。個人的には、森蔵ステッカーをベゼルに貼っちゃったくだりは最高だ。これ、マジで見つけられたら幸運なことが起きるのでは。それにしても、トヨタ会長の車の乗り比べ番組とか、めっちゃ見てみたい。そん時は、忖度なしにガンガンいいところと、悪いところを言いまくってるんだろうな。それが見たい。今回のベゼルで言うと、走りについてはそんながっつり乗ってないから、乗りやすいって感想でとどめていたけど、外観についてはちゃんと褒めてたわね。やっぱ、日本の自動車業界のドンのコメントは、なんか惹かれるものがあるよな。ぜひ、皆さんもこの車大好きおっさんこと豊田会長のさっきの会話聞いて、思ったことをコメントで残してくれると嬉しいわ。そんでお次は、この話を聞いたネット民たちの反応を見ていきたいと思う。自公会会長ですから、日本の自動車産業を盛り上げたい気持ちもあるでしょうが、他メーカーが逆立ちしたって勝てっこないからこその余裕でしょうか。次はホンダの三部社長が、レクサスにでも乗る動画が上がれば、楽しいですが、そんなユーモアと余裕がありますかね。DM もメルセデスの CEO が退任した時に最後前ばっかで A まで送ってもらって、その後一人で I8 で出かけるって CM あったし、いいと思う。ジャパンパワーで両社とも頑張ってほしい。特にホンダさん系以外の車種をもっと力入れてあげて。鈴木の会長さん、森蔵さんのレース活動自体をよく思ってないですからね。ウェブ番組の対談でも、会社のトップが危険なことやっちゃダメ。なんかあって困るのは社員。と、本人に説教してましたから。戦後日本自動車産業の息地引きから叱られて、森蔵さんも苦笑しながら小さくなってました。まあ、それでも、やめられません。ときっぱり言ってましたけど。まあ、通勤車がスバルなお方ですから、新型カローラを開発するときも、試作車を乗り倒して、この車はもっと走りたいと言ってる。とか、あなたはどこぞの漫画に出てくる峠キングか、名チューナーか、みたいな感想を言ってます。本田宗一郎が生きてたら、お、やんのか若造で鈴鹿でバトルしようとして、二人とも鈴木の会長さんに、そこに正座しなさい、と叱られる。北海道の硬い中で地味に乗られていた一台のベゼルが、まさか、世界的に有名なライバルメーカーの会長に運転してもらって、一躍脚光を浴びることになるとは、レンタカー会社もびっくりだろうな。まあ、ホンダはホンダで二輪業界トップだから、ホンダ二代目社長だった川島さんもうちはあくまで二輪メーカー、って言ってたし。そもそもホンダは車屋というより、技術屋って感じ。ジェットに足もに、そして、宇宙にも手をつけ出したから。歴代のトヨタ社長や会長の人となりを全て知ってるわけではないが、大企業の、社長ともなれば運転手付きのセンチュリーなリベンツに乗って仕事先を、移動するイメージが強い中、この方の場合は自らレーシングカーを買ったり、ラジオの DJ として出演するなど、創業家の御曹司なり世界的自動車産業の、トップらしからぬフットワークの軽さがいつ見てもすごいと思う。ほんで今回は同様他社の車、それもレンタカーを借りてレビューまで述べてるのだから。これだけでもトヨタのトップのイメージが大きく変わる懐の深さが垣間見える。
接触して怪我でもされたら大事件になるので、レースでは間を取っているだけ。みんな大人だから。それでもレーシングスピードで走らせるのはそれなりの腕がないと。ダメだからね。あれだけ忙しい中でそれができるのだからすごいよ。普通ならレンタカーを借りるにしてもトヨタレンタカーになるところを、ここぞとばかりに他社、しかも資本関係なし、の車を借り出すとは。こりゃホンダは二輪販売店のため、アクティトラックを、ダイハツ OEM で復活させないと。昔のトヨタの役員は、社長とは聞いてない。開発中の車両を運転してダメ出しして車をつまらなくさせていたと聞く。その意味では、この人はやはり一味違うんだろうな、と思います。この方一人おられるだけで、二つの自動車会社を巻き込んでこれだけの話題を、作るんだから、トヨタも無理に広告でジャニーズ使わなくてもええわな。日本はこれからも自動車産業が重要な位置を占めるわけだし、いろんなメーカーを巻き込んで活性化させていってほしい。子供の頃に車が好きだった人がそのまま、このお年まで来てる感がいいんですよ。あの頃ならメーカーとかじゃなくて自分が好きか嫌いかだけでしょう。どこのメーカーのも気にせず乗っちゃうとこにそんな印象を受ける。もちろんそれだけじゃなくてちゃんと大人として結果を残して肩書きもがっちり持ってる。誰でも憧れますよ。そりゃ、子供の時の憧れの職業がタクシードライバー、なかなかいないと思う。取締役の友山さんが若い頃トヨタを辞める気満々でマツダロードスターで会社に、通勤していった時に、その時の上司だったトヨタ会長が面白い車に乗ってるなと、言って友山さんを乗せて工場の周りの住宅街を走り回ったエピソードもかなりのもの。根っからの車好きだから、どこのメーカーの車も運転したくなるよね。一般に批判されている車を行動で、EV 一辺倒にも釘を刺してますしね。さすが創業家でありながら叩き上げでトップに上り詰めたすごい人です。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。